東の豊かでーす。違うぞ。今日は僕のキャスト紹介動画を撮っていこうと思いまーす。おーい。何？聞こえるか？こんなところに鏡がある。違うわ。鏡じゃないよ。君は人形でしょ。あなたのお名前は？あ、どうも皆さん。こんにちは、はじめまして、猿組主催ガシのこと東野豊です。 Vネット14期、はい、ドッペルゲンガー。ドッペルゲンガーじゃないよ。で、このドッペルゲンガーの東野豊くんは、あ、もうその手で進めですね。今回の猿組式白雪姫では一体どんな役を演じるのでしょうか。はい、自分は、白雪姫と一緒に暮らす、7人の妖精の一人ご機嫌という役を、ちょっとやらせていただこうかなと思います。ご機嫌だねー、はい、もうこんな感じです。そんな感じの役なんですね。陽気に舞台上で、はい、ではでは、はい、作演出でもある東野豊さん、はい、この作品についての意気込みとかあれば皆さんにお伝えいただけますでしょうか。そうですね、まあ白雪姫、まあ猿組式ってついてるんで、もちろん皆さんの、知ってる、よく知ってる白雪姫とはまたちょっと違った白雪姫をお届けできるかなと思いますんで、もうぜひワクワクして、あと今回初めての人も多いんで、猿組結構、はい、西川さんも初めてだし、あと新人くんたちも多いんでね、だから、まあ、特に新人くんたちの活躍とかも頑張ってるなっていうのを見ていただけたらとっても嬉しいです。はい、みんなよろしくね。よろしくね。僕が作演出です。じゃあ待って、俺君が人形だから。